耳で聞く「太陽のエクボ」「ラジオ沖縄オリジナルポッドキャスト」「耳で聞く太陽のエクボ」この番組は沖縄の子育てをもっと楽しく思っとうに活動しているエクボママたちがさまざまな子育て情報を発信しています子育て真っ最中のママたちが作っているフリーペーパー「太陽のエクボ」のラジオ版になります 耳で聞く太陽のエクボパーソナリティの晴れママです太陽のエクボは沖縄で子育てをしているママたちが集まりフリーペーパーの発行やイベントの開催などで子育ての情報を発信しています改めましてパーソナリティの晴れママです私は大阪出身で小学5年生と3年生の2人の子育て真っ最中です 普段はフルタイムで会社員として残業しながら、たくさん働きながら、太陽のエクボではコラムの執筆だったり、広報活動などをしています。今回も引き続きまして登場してくれるのは、あざまるさんとみさままさんです。では自己紹介からお願いします。はい、あこんにちは、あざまるです。えっと、私はエクボワーとして10年ぐらい活動に参加していて、 10歳と8歳と3歳の、えー、3姉妹を、3歳じゃない、2歳の3姉妹を、えー、育てています。今、トイレトレーニングをしているので、うん、お家がめちゃめちゃおしっこまみれっていう日常です。今日も楽しみにしてます。<laughs> よろしくお願いします。お願いします。はい、ミサママです。私も、えー、っと、小学3年生と、 三歳の子,子育てしながらエクボの活動に参加しています。エクボでは主にあ事務局として動いてるんですけど、まあ会計とか事務、うん、とかも見ながら、えっ、ー、とイベントを運営したり、まあ取材をしたりしてえっ、ー、と動いています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。太陽のエクボ。さあもうあの最近。 私ちょっとハマってることがハマってるというかちょっと驚いたことがあるんですけどこの間ドン・キホーテに行ったら虫食用のやつ<う>フリーズドライのそうフリーズドライの知ってるけど話に聞くだけで食べたことないないよ私はあんまり知らなくて <laughs> うん、うん、食にこだわって食べたいとかではないんだけど基本 こ人生で食べられるものは全部食べたいタイプではあるんです。で、旦那が結構あの、ここでも出てるんだけど、こうマッチョで、プロテインとかを摂取しているタイプなんだけど、すごい目を輝かせて、見て見てみたいな、タンパク質がすごいとか言って持ってきたのが、<laughs> 虫のフリーズドライになったこうパックなんだけど、うん タランチュラとか、ドンキホーテで買ったんだけど、タランチュラとか、あとはセミの抜け殻だったかなとか、まあ稲ゴとかもそうなんだけど。抜け殻の方を。抜け食べるのだような、ちょっとそこ微妙なんだけど。待って、待って。つまりそれは、えっと、パウダー状とかでもなく、姿がそうそうそう、姿が見えるやつがあって。なんか本当はね、私タランチュラに興味があったんだけど、ちょっと2000円以上したので、ちょっと安めのバッタミックスっていうのを。 デービング買ってなんかさちょっとだけ入ってる大きなバッタが何匹か入ってると思ってパッて開けたら、うん、もうなんか幼虫みたいなのがわさわさ入ってるわけ<ー> <laughs> ぎっしりぎっしりでなんか旦那と一緒にウキウキしてはいたんだけど子供たちにバーって出して「食べる?」とか言ったら。 えー気持ち悪いけどでも1個は食べるわみたいな感じで寄ってきてくれてさすがだね食べたんだけどバッタミックスだけにいろんなバッタのこう幼虫なのかなあの普通の大きいバッタじゃなくてがいっぱい入ってて1個ずつやっぱ味が違う硬さとかもうん、うん、ああすごい味わってる <laughs> っていうのを子供たちと「いやこれ美味しいよこれちょっと甘みあるよ」とか言ってやるのがちょっとマイブームだったり <laughs> <う>ごめんめっちゃ変な顔してるでしょ私 <laughs> ごめんね。んね <laughs> ンキーホーテで売ってるわ。ドンキーホーテで売ってるので。でも、<laughs> であの、みんなが食べなくても、子供はひょっとすると興味あるかも,だし,、ね、行くかもしれないし、ね。確かに。ひょっとするとね、あの、夏場とかに、うんうん、なだろう、虫捕まえるきに、ああ、た食べたやつだな、食べちゃダメだよとか、うんうん、そういう会話も生まれるかもなので、<laughs> ぜひぜひ、あの、 興味のある方は見ていただきたいなと思うんですが。それ調べには行ってみて。そうですね。あの、売ってるので、ちょっと子供と食べれるんだって、みたいなのをやってほしいなと思うんですけど、こんなポップな会話をしながら、今回もですね、あの、本音対談ということで、子育てに対する本音をママたちで、3人で語り合うんですが、テーマがめちゃくちゃ、 なんだろうディープな感じ、まあ、センシティブな感じなのかもしれませんが「はい、振り返る心の修羅場」ということで「あの時大変だったよね」とか「どうやって乗り越えてきたっけ?」みたいなのをちょっと思い出しながらお話しできればいいかなと思ってますが、はい、まあ修羅場ってまあ今も多分あるんだけど、はい、産後の。 心の変化っていうのが一番やっぱり大変だったかなと思うんですけど三沢<ー>さん結構大変だったって言ってたよ、ね、そうですね私はもう本当にでも今振り返るとなんですけど当時は分かってはいましたよこの生活が変わり、うん、あの本当に自分のためには動けない別に本当に分かってた頭ではね、うん、でもそれがこんなにもなんか疎外感 ととかかかももあるものななんだんとかって分からなくてらく結構苦しかったなーって思いますね今思えばってことはそその当時はそんなにだあのねなんかね普通にイライラしてた普通にイライラしてでなんか普通に悲しくて、うん、なんかそれが普通なんかもうなんかどっかで焦っててなんか本当になんか可愛いって思ってたけど なんか一生懸命思ってたかなかるすごいわかるわかる,かるなんかあの子供が生まれて、うん、赤ちゃんって当たり前にかわいいし、うん、もちろん幸せなんだけど、うん、思ったよりももちろん喋らないし、うん、<laughs> もちろん喋らないし感情が「かわいい!」ってずっと言ってられないというか、うん、やっぱりすごいかわいくて幸せであるはずの身なのに、うん、こんなにちょっと。 思ってたなんだろう幸せのこうピンクのイメージだったのにすごいグレーみたいな、うん、そう全然なんだろうなこのあんまり心が跳ねてないっいうか、うん、で安心もできてない、うん、なんかどっかいつも焦っててなんかわさわさしてて、うん、子供にちゃんと集中できてないみたいな感じもしてそれがまた自己嫌悪、うん、なんか ちゃんとママになれてないみたいな感じになってでこれでいいのかなこれが育児なのかなって焦りもあったり本当に私はあの産後里帰り出産というかもう同じ県内なんですけど、うん、実家の方に行ってたんだけど何だろうな変だと思うんだけどね。あの 逆に疎外感があったというかやっぱ両親は両親二人揃って孫をめでてるもう本当にニコニコめでてるでもなんかそこに私の夫はいなくて、うん、なんか私は一緒に子育てしてる感が必要だったんだって後から分かったんですよああなるほどなんかこの物理的な大変さは、うん この解消されたけど親の助けもすっごく感謝してるんだけどやっぱりどっかで夫はまあ聞いてないけどねなんとなく実家にいるから安心して仕事ができるみたいな感覚が多分あるだろうなってそれがものすごい寂しくてなんかほったらかされてる感二人で。 そうなんだ。じゃあ今あれだね。育休とかも取りやすくは、あの男性もパパもなっていて、久保のえっとメンバーもパパが育休取ったみたいな。コラムもあったよね。歌、うん、っ,った。うんうん、だからああいうのを、ね、まあ、使えていたら。うん すごい変わっただろうなってそう、ね、確かに私の会社でも若い男の子たちが2人育休取った子がいて、うん、戻ってきた時にどうだったって聞いたら「うん、いやマジ大変っすよ」みたいな「うん、いや取ってよかった取ってなかったら奥さんどうなってたんだろう」って言った時に、うん、よくぞ言ったみたいなえらい気にはなって、うん、なんだろう本当に。 あのいたから、交代でいろいろできたけど一、うん、人でどうするんですかみたいなことを言われた時にでしょうみたいなうん、うん、私もあの旦那はね、三、え、さ、っと、マ,ママさんのところよりは多分すごく早く帰ってくる旦那ではあったんですけどうん、うん、正直、なんだろう、こぼんのなタイプじゃないというかどうしていいかわからないタイプだったからちょっと衝撃だったのが妊娠中にお腹蹴るじゃない、子ども。うんうん えこういうのってみんな経験したいものと思って触ってって言ったら俺そういうのいいからって言われたわけ <laughs> <ん>衝撃で <laughs> 生まれてから可愛がるからみたいなことを言われて<ー>なんかそれびっくりしてえー、みたいなで生まれてからも多分どう接していいか分かんないから抱っこしてとかこっちは良かれと思って抱っこさせようとしてるんだけどなんか俺いいから感がすごい出ててんなんかそれがいいって てくれるのありがたいけど逆にイライラの種になるじゃないけど育休もだから旦那さんによってはとってよかったって奥さんが思うタイプと子供増えましたみたいなわ、うん、かるそうなんですよ私の友達の旦那はまさにそのタイプで、うん、もうなんか 1> 私一人と子供だけだったらミルクと私はもう適当に食べるだけでいいのにわざわざ昼作らねえならんみたいな感じで友達はもうめっちゃもう育休誰のための育休だよみたいなキレてたけど <laughs> そうだよね慎重にねやっぱあの旦那さんに取ってもらうかとか、うん、旦那さんが取るかっていうのをすごくやっぱ取ってもらった方が絶対いいと思うんだけど事前の取り決めとあとは休暇じゃねえよっていう。 ビール買い込んできたって言ってたからさ、前日ね。いやいや、もう、育休の前日に。最後の前の日みたいに。お前さーって、もうね、だから結局、そっから始まるから、1か月、三か月だったかな、ギスギスしたわーみたいなことてて。うん、そうだよね、やっぱ育児休暇っていう名前がついてるので、休めるみたいな感覚で望む人も当たり前にね、いるのかもしれないけど。 みたいな感じで扱われるのも聞くしそれはねさすがにちょっとねだから育休って名前変えません私たちでそうだね何にする何にする育児業務みたいなそうだね育児業務育児修行じゃん修行だね割れね修のにでもやっぱりこのちっちゃい頃の苦労とかはやっぱ知っててほしいしこんなふうに小刻みにしか寝れないんだよとか そういうことっってやっぱ伝えるだけじゃなくて体感するのはいいと思うので私は初めての子供、うん、産んだ時に1日だけ授乳,に手伝授乳のリズムで起きてもらった思い出を<ー>今思い出した1日だけね本当にあのうちの子、すごいちっちゃく生まれて天、うん、体重児だったから。 あのミルクも上手に吸えなくて、母乳を吸わすのに、うんうん、ミルクをチューブで入れながら、母乳と一緒に吸わすみたいなことをしていて、あああのミルクだけにならないように、母乳とミルクをこう一緒に吸わすなるほど、ね、がもう本当大変で、大変だわ授乳にすごい時間がかかっ 使ったものもさ洗、ね、そのまま持って消毒して,、うん、ってやってたらだから本当になんか2時間ごととかじゃなくてほぼほぼ寝れないのを1日だけやってもらって、うん、大変っていうの分かってから私もなんかそんな起きてほしくもないし <laughs> っていうのもあったから <laughs> とりあえずでも1回ぐらい体験しろよっていうのでやったのをず、うん、っと忘れてたけど思い出してそれは多分彼の中でも。 大変って思ってくれたから、うん、ずっとじゃなくても1回ぐらいはね100分見ても一見にしかずと言いますからね、うんうん、なんか本かにやっぱでも慣れるよねでも最初はこんな、うん、起こされるのってもうホンに単純に小刻みで起こされるのがめちゃくちゃきつかった、うん、きついあの普通の健康体で「今あなたそれやってごらん」って例えばね、うん、あのパパに言ってもしんどいじゃないですか 2>, うん、うん、2時間ごとに「 起きてとかって言われたら多分うざいと思うんだけど <laughs> <う>普通の健康体じゃないからね大仕事終えた<然>でしかもママになりきれてないママって何、うん、っていうような状態でやってるから、うん、だって最初の1ヶ月はさ、うん、出勤し続けてるわけじゃん、うんうん、そうだよね、うん、そんな中でさ自分のトイレも時間かかる中でさ、うん よくやったね。そうだね。よくらったっよね。なんか私たち自身も、だし聞いてるお母さんたちも、めっちゃ頑張ったってこう。っって自分だけなんです。でもさ、まだその時に、私息抜きができなかったの。うん、だから、ね、なんだろう、あの。 その時どうやって乗り越えましたかっていうと時が解決しましたよというかなんかそんな感じ一人目の時はええとにかくテレビ見ちゃダメスマホ見ちゃダメみたいな電磁波浴びさせちゃダメみたいななぜか情報だけが頭の中にあってそれを当たり前に守ってたので私もです <laughs> だから地獄だったよそうなのよ <laughs> 時計しか見ないよねあそう30分経った <laughs> 旦那帰ってくるまであと4時間みたいな,そうそうなんか授乳の時に親子の,、うん、あの絆を育みましょうみたいなのがあって<う>で目を見て「うん、お母さんがテレビを見てるとよくないよ」うん、と、うん、テレビの音も脳に刺激だからじゃなくて「お母さんの語りかけで」 でも息子はさめっちゃ目閉じてさ飲んでるわけよそうそうそう目合わないでそう絶対合わないしさんなさ一生懸命飲んでる時にさ捕食をしてる時に「ね可愛いね」とかさ「いちいち言われてもうるさいだろう」にって今だったら笑いながら言えるけど真面目なのよだからバットみたいに真面目なのなんだろうねあの瑛膳の後のあのしかもこれを見て あのなんだろうかわいいなって思い続けてない自分って変なのかなじゃないけど子供を見ておっぱい吸われてる自分が幸せって思えないことが異常なのかなっていう落ち込みは浅野さんは、うん、そうないう私たちは<て>私、不真面目代表 <laughs> なんかこの寝、ねね、私今は寝て、うん、そう いいうの、うん、私は基本母乳でだったんだけどうん、うん、添い乳ができたからいいけどうん、うん、もうやっぱり最初のこの時はネガティブな情報が何でかね<う>頭に残って。うん、あの なんか窒息うん、うん、させたらどううしようかかか疲れてしまって、うん、やまあ実際にねこういう悲しい事故もあるから、うん、うしていない、ね、医療団体もあるしねそうそうそうあるからあれだけど、うんうん、にしてもすごいかくなに一生懸命座ってやってたからかそうだ、ね、もうちょっと。 肩の力を抜けばよかったけど、本当にそれはね振り返らないとそうだね分かんない、ね。なんかあの母乳に関しても私の母乳とミルクって言ったんだけど、私の産んだ産婦人科がすごく母乳推奨のところで、うんうん、ミルクは。 だめ、えー、じゃないんだけど、うん、とにかくできる限り母乳をっていうところの苦しさもあって、うんうん、でもやっぱり、ミルクにもすごく栄養分もあるし、うんうん、別にミルクでもいいとは思うんですよ、だけど、それが全然かき消されていて、うんうん、なんか、母乳あげないといけない、母乳飲めないといけ、飲まさないといけないっていうのもすごいつらかったなと思うので、うんうん、なんだろう。あの 情報をうまく取り入れることと、うん、あとはあの2人目の時は全然違ったでしょう違う三、ね、人目二人目だからそういうふうにスマホを本当に見ちゃいけないのかもしれないけどうん、うん、スマホを見ずに我慢して子供が可愛がれてないかもしれないっていうママの多分母乳よりはスマホ見て「うん、めっちゃかっこいい」とか「めっちゃ面白い」とかおっ <laughs> して、ね、幸せななんか。うん ホルモンが出ている母乳の方が良かったりもするんじゃんみたいななんかふうに思ったりもするのでホ、ね、ギチギチのガッチガチだったから、うん、チョコレートも食べちゃダメ、うん、でなんか乳腺になった時があってうん、うん、もうめっちゃ責めるよね自分をうんうんうん、ね、食べたもので子供が出来上がるみたいなことを聞くからねうしかも,なんかもう私は母乳しか飲めない子に何てものを飲ませてしまったので、うん、ネットだとそういう記事ばっかり、うん、私は今日ちょっと自分にご褒美でひとかけら食べましたって いうのを見て私は半分食べたいよみたいな、<laughs> なん半分、ね、食べたいよみたいな、そうね、いいママと比較しちゃうんだよね、比較して自分はもっとだめみたいになっそうだね、うん、なんかこうあの、すごく情報を取り入れやすいんだけど、うん、やっぱりこうキラキラしたママたちの目が、あの意見がたくさん。うん 出てきてきそこにがんじがらめになってしまうといけないので一、うん、回その情報を疑って見るっていうのもいいですしうん、うん、結局まあスマホとかを私見ながら二人目はかなりゆる子育てしたけど、うん、なかなかいい子に育っててるのかなって今のところ思って健康だしいいかなと思ってるのでちょっとこう肩の力をなんとか抜く方法をまたあの見ていただいてキラキラしてるものとちょっとこう。 グレーなところと二つ見てそうそう合う方法を選ぶっていうのがちょっと今回の結論かなと思いますので中性とアルカリ性混ぜて、うん、あ違うアルカリ性と、うん 賛成混ぜて中性にしてなんかこう選んでいくい <laughs>、はい、そうですね。結果、うん、自分がいいと思うことをやるのが一番だと思うので、うん、あまり情報に偏りすぎず、うん、ぜひこんなママたちもいるんだよっていうのを、<う>あの、ぜひパパたちにもね、あの、大変なんだよっていうのは伝えていきたいなと思いますので、でね、ぜひあの、メッセージとかでも、うん、こんなふうに大変でこんなふうにやったよとか、うん、こんなことしたけど大丈夫だったよっていうような意見もいただければ、うん、私たちもエクボとして発信していければいいなと思っております。 はい、今回もね、修羅場の話って永遠に続く、えー、テーマなので、まだまだ,ね、まだまだあるので、また次回いつかやっていきたいなと思いますが、うんはい、今回もあざまるさん、みさままさんをお迎えして、心の修羅場について振り返りました。はい、耳で聞く太陽のエクボ。この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。e ット o r o、ok、k ー n a w a c o j p e k u b o マーク r o k i n a w a c o j p もしくはツイッターでハッシュタグ太陽のエクボでつぶやいてみてください番組のフォローもぜひお願いします子育て真っ最中のママたちが活動している太陽のエクボではイベントの開催やフリーペーパーの発行などで沖縄の子育てを応援しています最新情報やフリーペーパーはホームページからもご覧いただけます ぜひ太陽のエクで検索してみてくださいね。耳で聞く太陽のエク次回もまたお楽しみに。